FN ブローニング M1910 は、ジョン・ブローニングが設計し、ベルギーの FN 社が製造した自動式拳銃。FN ブローニング M1900 の後継として開発された。服の下から取り出す際に極力引っかからないように設計されているため、ストライカー式の撃発機構を採用して、ハンマーレストするなど、露出物を極限まで減らしている。その最たるものが、 小準器の小型化であり、スライド上部に掘られた溝の内部に曲小の照勢と照門を用意しているため、側面から見ると照準器が露出していない。照勢と照門はそれぞれ固定式である。また、スライドキャッチを兼ねたセーフティーレバーに加え、重波を握らないと解除されないグリップセーフティー。さらに、断層を抜くとグリップセーフティを強制的に固定するマガジンセーフティと、 三重の安全装置を備えている。いずれの安全装置が作用しても視野が固定され、視野と連動する引き金を引けなくなる。本銃はメインとなった。32ACP 弾モデルの他に、380ACP 弾モデルが存在し、前者の相談数は8発、後者の相談数は7発である。冬戦争時における、スウェーデン義勇兵の装備として展示される。 M1910 と M1922 本銃は小型軽量で携帯性に優れており、信頼性や線路も良好で、かつ安価であることに加え、特徴的な美しい外観ゆえに評価が高く、世界に輸出された結果、20世紀前中期を代表するベストセラー拳銃の一つとなり、1983年まで70年余りも生産が続けられた。また、 第一次世界大戦の契機となったサラエボ事件においてセルビア人グループがベルギー製の本銃を計4丁持ち、このうちガブリロ・プリンツープがオーストリア・ハンガリー帝国皇太子フランツ・フェルディナント夫妻に致命傷を与えている。プリンツープが使った本銃はパリ警視庁の歴史資料博物館に収蔵されている。 32ACP 弾仕様の M1922380ACP 弾仕様の M1955 グリップに M1910 との差異が見られるグリップパネルにはブローニングのロゴが設けられているアストラ700スペシャル M1922 とは異なりグリップのみが延長されている正式採用されたのは主に欧州だが積極的に輸出されたため 欧州以外でも使われていたようである。その上、当時は、拳銃の傾向は、比較的自由であり、好きな銃を持ち歩いていたような時代だったため、どの国の軍人が使っていたかを断言できないとも、言える。M1910 を装備する特別警備隊、DWMM22 ポケットピストル、分速7.65メートル。2019年10月23日閲覧。 アストラ700スペシャルフェールドコピーオブザイ N19102019 年10月23日閲覧ありがとうございます。